あ、これ入れる方合わせた方がよかったな。いや、トータスさん投票しなかったらいいかな。はい、あ、そうか。トータスさんも投票しないから、投票したら追放します。なんで？教えてよ、まだ知らない話。爆速で直す。俺はパソコン版の爆速で直せるから。スイッチなんか頼らなくても。おっそ。緑、水色。ウィン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 。水色、緑、茶色。だね。はい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 。うちの筋肉バカが、ウェポンで死んでました。ウェポン。ウェポン。はい。ウェポン。ウェポンで死んでました。ウェポンにいた人の情報出せそうです。ピンク、黒、緑、ピンク、黒、緑、オレンジ。いやー、うん。黄緑、紫も最初って右に行ってたと思います。うん、あ、いますね。本当に初動ですけど。うん、僕も初動だ。そのまますぐ下に。僕がいたのは合ってるな。うん、僕がウェポンに行った後にコミュニケーションに行ってって感じかな。あ、ただオレンジはどこだっけ、あの給油タンクがあるところで、左の方向、ね、ストレージからあのエレクトリカルロアエンジンの方に向かったのは見ました。最後、はい、あの結構早めにアドミンで武雄さんとご一緒してるので、後から合流されたのがプテハシさんですかね。そう、残ってる組になる。アドミンには行きました。アドミンに行って、で、別にあんまアドミン見てもわかんねえなと思って。ストレージ、エレクトリカルで最後。はい。水色と黄緑と赤がコミュニティサボタージュを直し。俺もそこにいてたよ。3もいた。チラッと先端さんと一緒に行かんかったストレージが。1人いたと思う。で、4人で行って。で、すぐ俺シールド行った。で、僕は、アドミンに行って、慎太郎さんが多分メッドベイに行ったはず。うん、だから不可能。僕はメッドベイに行った。俺がそれ終わった後。あのシールドやって右のナビゲーション行った時にチャゲポヨさんになった。チャゲポヨさんがその後どっち行きました？僕はその後シールドを通ってストレージに抜けていってますね。シールドあたりで誰か一人とすれ違ってるはずなんですけど。武雄です。あ、武雄さん。その前に切り捨てる可能性はありますよね、東田さん。ああ、全然あると思う。そうですね、全然。うん、あのレポートのある10秒くらい前にナビゲーションに2人いませんでした？あ、僕とチャゲポヨさんでした。うん、うん、ああ、じゃあ忘れなかった。投票はねしないように、うん、残り2秒ぐらいで締め切られるんでね。はい、はい、アフ君はどう動きました？全然疑ってないですけど。そうですね、コミュニケーション多分先端さんと慎太郎さんとみんなで行って、でその後はストレージ、その前です。あ、その前ですか。その前はカフェ右上の、タスクをしてましたね。右上の方に行って、慎太郎さんと、多分壁に挟まってませんでしたっけ最初。え、僕あれ違いますよ、みんなカフェテリアの壁。あれ違うか、閉まってなかったですよ。壁しまったっけ。最速でコミュニケーションなってるはずです。あ、じゃあもうカフェの右上やった後にもうストレージコミュニケーションっていう風に来ました。あ、はい、合ってるか。最初の10、20秒くらいってウェポン誰かいました？ずっとその時にやられてる可能性はない。最初手でグサンみたいな。あ、最初手の情報を出した時は、うん、はい、足湯さんはいや、まだです。自分がアドミンの方に向かった時はまだ、うん、ああ、オッケーです。じゃあ、福君と慎太郎さんは無理で、うん、僕も多分武雄さんが無理だったら分かるかな。
私も私目線でも千早さんは無理かな、少なくとも足湯さんは殺せないかな、うん、場所が合ってれば、うん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 、僕がアドミンに向かった時にアドミンにいた人は白なのかな、じゃあ竹尾さんいたっけな、太田さんも多分無理だなってなってくると容疑者はセルフはあるかなってぐらいの俺は僕が浮いてきてる感じですかね今。そうチャゲポヨさんとあとプテハシさんのうちに、あ、ごめんなさい、新太郎さんかぶっちゃった、あ、ごめんごめん、レポートしたのは誰だっけ、トータスです、あ、トータスさんか、あ、じゃあプテハシさん、タケプロさんあたりか、プテハシさんじゃない、え、僕はね、僕はまあ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 そうね、まあまあ、2択ぐらいやれる、やれるか、僕、え、でも僕、ウェポン結構早い段階で出たよ、僕もウェポン早い段階で下に抜けてると思うんですよね。チャゲポヨさん、次の議題にしましょう。次の議題にしましょう。はい、チャゲポヨさんとプテヤさんの行動、順番とか知りたいですね。ウェポン出た順とか。タスクやずに。うん。はい。タスクやっちゃダメ。俺に任せがいい。早い。はい。はい。はい、チャゲポヨとプテハシさんの、あ、OK です。じゃあ僕から話しますけど。はい。僕は最初にウェポンに行きました。で、あのチュンチュンを やりました、チュンチュンってやつで、はい、その後にすぐにアドミンの方に向かってアドミンの情報を見たんだけど、こんなん見ても何も分かんねえなと思ってやめたんですよ。で、その後にストレージに行ってエレクトリカルに行って、最後はエレクトリカルだけど、その時にエレクトリカルでは誰もいなかったから、まあ誰かアドミンもし見てくれてたらいいなって思ってる。うん、うん、あ、でも誰か署名してませんでした、プテハシさんが左ってこと、あれ誰かしてました、誰行ったの見たって言ってませんでした、助けて、初動は行ってたような気がするんですけど、その後の行動初動は左には行ってない、初動は右、あ、違うウェポンの方に行ったような気がするけど、うん、その後の行動見てないから別にあまり行ってないか、誰か、え、でもアドミンに行った情報誰か見てるんじゃない、まあラストら辺の話はいいから、チャゲポヨさんの話聞きましょう。オッケーオッケー。はい、私ウェポン所定行って、まあ、上の方のタスクダウンロードのタスクを終わらせて、そのままあの終わらせたタイミングでコミュニケーションのサボタージュ入ったんですけど、そのままタスク続けようと思って、ナビゲーションに入りました。確か先に僕より先に森アーティさんかな、ちょっと誰か一人ナビゲーションに、多分森アーティさんだったと思うんですけど、トータスさんじゃなくて、うん、あ、トータスさんでしたっけ、トータスですよ、一緒になったのは、あれ、そうでしたっけ、うん、トータスさんが先に入って僕その後でしたっけ、モリアティさん行きました、ナビゲーション、ナビゲーションはまあ普通に行きましたけど、タスクやってたんで誰が出入りしたかまではごめんなさい、俺でも俺もさっきからとこからのおったような気するな、コミュニティ中か、でも話か、そうですね、コミュニティ中にそう移動してます。これ僕ボタン押さなくていいですか、まだあるいわなんでもういつもこうやん、次、いや、ボタンを押して結論を、読み通り、ありがとうございます、しぶしぶ押しました、しぶしぶね、で、プテハシさん目線チャゲポヨさんが可能なのか、チャゲポヨさん目線プテハシさんが可能なのか、いや、トータスさん目線誰が可能なのか、ちょっとあの本当に申し訳ないけど、全然僕ウェポンに結構人いたと思ってるから、それが誰だかあんま覚えてないんですけど、僕は割とウェポンはそのチュンチュンした後にすぐにアドミンの方に行って、アドミンで見てストレージエレクトリカルまで行ってるから、あんまり時間経っちゃってるから分かんない、誰が可能で全員可能だと思ってるよ、竹尾さんだけはしてないのかなって、
千早さんってストレージでプテハシさん見てないんですか？ストレージでもしかしたら見てるかもしれないんですけど、どっちかっていうとウェポンで出た順番とかが大事だと思うんですよね。最終値あんまり必要じゃないかなと思ってて、うん、はい、いつ死んだか分かんないから、うん、だからこそ出た順番が大事。うん、僕が出た時にはどうだったかな。タゲポヨさんってどう思ってるの？何も覚えてないから話が進まねえ。本当のことしか言わなくていいから分かんない。ダウンロードをやってたので確実にシューティングより早く終わって先に抜けてるので、シューティングやってたプテハシさんとあと2、3、あと1人か2人ぐらい、うん、2、3人がシューティングやってたと思うんで、3人やってた。それぐらい結構シューティング固まってたんで、うんうん、そこの人よりは先に僕は抜けて、あのナビゲーションに向かっている自覚があるので。でも別に戻ってきてもやれるでしょ。まあでも、うん、まあ太田さんはチャゲプラさんをナビゲーションで見たんでしたっけ？見たってことは2回行ってることになりますよね、チャゲプラさんでナビゲーションに。モリアーティさんには会ってない。そう、ああ コミュニケーション中にナビゲーションに行き、その後終わった後太田さんがいたタイミングでナビゲーション行ったんじゃないですか、うん、ああなるほどね。俺モリアーティさんには会ってないです。でもチャゲプヨさんがインポスターだったとしたら、わざわざ人のいるナビゲーションに行くかっていう心理になりません？うん、わざわざ死体付近で発見されに行くっていう。ええ、ビビるビビるビビる、マジでやだ、マジでやだ、マジで違うの、本当やってないんだって。あ、まあ全然いいと思います。盛り上げ上手。覚えてくれないし。非協力的だからね、もう覚える気がなさそうだし、もう釣っちゃってもいいか。せめてペアにすればよっと。めっちゃ、え、同時。ラグいいっすね、今日ね。多いんだろうね。バッチャンですね。はいはい。全然死んでないのか。はい。これさっきの、はい、すいません、キルの話で、いや感じですか？もう最後にしましょう。はい。で僕も、はい、チャゲポヨさんとプテアスさんペアでいいんじゃないかなって思ってるんですけど。あ、そうですね。結論がね。はい。まあ、さっき僕がまあまあいいですよ、じゃあ、うん、まあいいですかね、プテアさんも覚える気ないし、はい、つってもちゃんとするよ、覚えるゲームだから。いや、ちゃんとしてなかったってことでしょ、だってでも辻子とは。いや怒られてる。だって基本的には本当のことを言えばいいと思う。本当のことは出てこないのもプテアさんから。覚えてないっていう本当の事実しか出てこないから。かばうわけじゃないけど、いや忘れちゃうよこれはね。まあ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 。いや白いわ心構えマジで。ちなみに、ミロですか？ちなみになんですけど、モリアーティさんはナビゲーション入ったんですよね、コミュニケーションサボタージュの時って。ナビゲーションは入ったんでしたっけ？入ったと思いますよ。でタスクされてたと思うんですけど、うん、その後ってどう動きましたか？一応なんか そのままコミュニケーションのサボタージュの時にナビゲーションいたんだったら、うん、一応まあキルできるポジションにやるのかなとは思って。うん、確かに。まあそうですね、まあ、そのままシールドの方に下ってていうか、そもそもストレージで、うん、オレンジの方とチャエさんと会ってるんで、あのシールドで時間的にできないのか。シールドの方に行ったっていうんだったらトータスさんとすれ違ってますね、タケオさんとか。あ、白はすれ違いましたよ。あ、マジか、俺ごめん、じゃあ 見忘れてるだけかもしれない。まあ、それはもう多分千早さんの証言から、うん、モリアーティさん記憶曖昧すぎません？さっきナビゲーションのタスクやってたから他に入った人見えなかったって言ったのに、入ったか入ってないかわからない。いやでもプテハシさんがいる以上ちょっとあやふやはちょっと攻めれないからな。なんかモリアーティさんはね、間違えちゃってるだけだと思う。あやふや人は合ってるから、ここ両方ですかね。やめてやめて、さっき3票入ってるからみんなスキップ入れて。あ、よかった。今日はごめんなさい、僕スキップ、あの投票入れてきません、ごめんなさい、バグってます。投票できないので、あのまたカフェに戻ります。ペアプテハシさんとで。はい、了解です。モリアティさんかなり怪しいよ、ね、ちょっとまあ記憶曖昧陣営が2人いるから、ちょっと
どうしようもないよね。かといってプティハスさんと対立軸でもないし、チャゲポイさんとペアコード知ってもな。まあまあ、水色、黄緑、黄色、黄、これはタスクを終わらせれる、安心して。ここは下がると死ぬし、タスクないから死体探しか、給油だな。お、ありがたいね。あれ、モリアーティさんか。リア、はい、チャゲプヨ死体発見しました。あ、チャゲプヨさんやったじゃん。プテハシさんですね、これは。プテハシさんあんま、まあ、確実にちょっと、ここ2人ローラーになると思うんですけど、とりあえず説明させていただきます。リアクターの、一番左、覚えゲーのところですね、真ん中のタスクを、モリアーティさんと僕がやってて、で、僕のタスクが終わったら、プテハシさんと、モリアーティさんの死体が転がってました。いや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 、僕は死んでないですよ。あ、プテハシさんは生きてるんですけど、プテハシさんが立ってて、とで切れてるってことね。はい、とモリアーティさんの死体ってこと、ね、生きてるプテハシさんとモリアーティさんの死体がそこに転がってました。はい、はい、僕視点は、僕もチャゲポヨさんとモリアーティさんがこう、あの、覚える芸のところに行った段階で重なりたくないなとは思ったけれども、そこにタスクがあったから僕も始めたんですよね。で、僕はまだ終わってなかった、あと1個だったんだけど、チャゲポヨさんが鳴らしてるからチャゲポヨさんかなって思った。どういう状況で鳴りましたか、レポートが。プテハシさんはだから僕がタスクやってて、最後の5段階目の覚えるやつを攻略しようと思った時になって、チャゲポヨさんが押してるから、あ、そうかなって思ってる。僕じゃなくてよかったね、チャゲポヨさん殺す、ね、まあ、僕の方が先に始めたんで、まあ、僕が先にレポートになるのはまあ自然かなとは思います。いや、チャゲポヨさんに入れて。いや、プテハシさんですね、これ。いや、待て待て待て、全然僕はローラーでも大丈夫です。あ、いや、これはあんまりローラーしてほしくない。あ、これ入れる方合わせた方がよかったな。いや、44がめんどくさいから。トータスさん投票しなかったらいいかな、はい、あ、そうか。トータスさんも投票しないから、投票したら追放します。なんで？やめて。トータスさん白いんだからやめてください。あ、言えてよ。トータスさん白いんだから。あ、それか。あ、まあいいや。まあ奇数にしましょう。奇数に。何これ、怖っ。はじめまして。さっきの3票見たでしょ。あ、多いよ。あ、じゃあ全然。トータスさんちなみにどっち入れるつもりでした？絶対入れてね。あの、プテハシさんです。あ、じゃあ。はじめまして。全員タスクせずにね。日ずれ切るあるからタスクせずに。はい。あ、面白い。初めて言った今のセリフ。投票したやつに申します。いや、むっちゃ怖い、むっちゃ怖い。未だに怖いもん。何今の。ごめんなさい、ちょっとあの、あ、間違えて先おっしゃったってならないように、ちょっと強めの牽制入れてます。まあ、奇数に、ね、なるように、あの、しました、うん、すいません。動くと切るぐらいの勢いで、ちょっと恐喝をしてしまいました、すいません。はい、チャゲポヨ何も疑われたくないので、マウスとキーボードから手を離して待ってました。分からんのよ、分からんのそれは証明しようがないから1ミリも動いてません。さっきチャゲプヨさんに入れた2票はどなたが、まあ、個人的にはインポスターの2人なのかなっていう。はい、じゃあ、あ、じゃあ一緒か、じゃあありますけど、全然ローラーしてくれてもらって大丈夫ですよ。じゃあいいっすよ。あの、入れた人が名乗り出ないんだったら、あの、インポスターしか隠すメリットないので、その投票は。あ、確かに。ってことはチャゲプヨさんはインポスターじゃないってことが分かる。まあ、自投票してる可能性はなくはないですけど、まあ、可能性は低いか。そこまで高度な、高度やな。だったら釣らなくてよくない？そうですね、そうそう、だから釣らなくていいっていう話です。おお、だってプテラさんに2票、あ、違うわ、チャゲポヨさんに2票入ってて、チャゲポヨさんに入れた人が誰もいないってことは、普通に考えたらプテラさんがインポスターで相方がいるって感じでしょ。だってそうですね、釣らなくていいんじゃない。ちなみに割とトータスはキハヤさんのこともだいぶ白く見てます。
てます今。自分もじゃあ戸田さんのことめちゃめちゃ白く見てます。あの状況で俺のことエレクトリカルで見守ってくれて、絶対にそのタイミングで死んでるから相方やったらキルクル空いてるはずやのに、殺さんかったらめちゃくちゃ白く見えて二人っきりになったんですけど、はい、あでもこれで、かなり、うん、初日のね、容疑者が容疑者は消えましたね。はい、はいはいはい、あのみんな知ってると思うけど、さっき僕はあのどちらにも投票してません。はい、本当に信じてくれ信じてくれよ。いや怪しいなこれ。ほんまなんです、ほんまなんです。初めて言いました、投票したら追放しますって。見てえな俺も。こんなバカにやってくるかな。今後もこの決断したってことはもう一切チャゲポヨさんは疑わない、もう白って置くっていうシーンがありますので、うん、はい、ありがとうございます。あーでも3キロもでも一応あるから対策はするけど。投票するだけでなんで殺されなきゃいけないんだっていう。やめとこ、油断したんとこ、ストレージ行こう。かなここ、いや攻める必要ないか、死ぬか。お、あ、アドミンで確認して、誰も死んでないなって。白いボタンだ、はい、あともうタスク終わったんで誰でもつけます。おあもうね、多分千早さんがもう見守ってくれてるのが安心感ありすぎてやばい。白は守らなあかんと思ってずっと守ってます。はい、でもってことはこれでキル起きてないってことは、トータさん、トータさんが黒なんじゃないの。誰、俺、トータさん、あーなるほど、黒なんだ、ペア、ペアだったら、あそっちの視点はなかったな。あペア組んでたな、ほぼペアだったってことでしょ今の。あーほぼ話、うん、あなんやったらトリオぐらいで竹尾さんだったけど、でもまあ全然、もう、まあでもタスクでいいから。全然殺してくれてもいいし。いやいや、そうっす。上手です。じゃあ僕、エレクトリカルの門番でいいですか？どうしようか。あんまり言わない方がいいんじゃない？あ、じゃあ、別に言わずにどっかに貼り付いておけばいいんじゃない？じゃあ、いや、いいですよ、全然。宣言して、だってそこでし、あの、定期的に見に行けるから。あ、エレクトリカルの門番とかだったら。じゃあ、エレクトリカルの門番しておきます。お願いします。じゃあ停電はもうお任せしちゃって。はい、僕にお任せしてください。死んでたら見つけてください。そんなインポスターきついじゃん。あれ？あれ？あれ？これ竹尾さん。あれ？あれ？なんか心の声が今。あれ？こっからご切れするんかまさか。心の声が今。トータスさんいじるの面白い。本気で焦ってる感じが。なんか、ド S 心がちょっと芽生えちゃうな。その早っ。いなくね、ほら、服。あ。門番されて言ってたのに。あ。門番の僕は見えてしまいました。天丹さんをやってる慎太郎さんが。なんでここで殺す。
門番するつつあれだった見えてしまいました。僕門番しました。絶対ドアの向こういたじゃん。扉が開けた瞬間会いに行ったのに。何なら慎太郎さんが先端さんを、廊下のところでやってるのを見かけました。ほうほう慎太郎さん、え、これ言葉いりますあれ慎太郎さん白いと思ってたのに。いや俺も悪かった。竹雄さんかなって思ってましたよ、うん、はい竹雄さんか先端さんだと、ね、か全然キルできなかったんだよな衝動で。あーそうだったんだ。かっこいい演出だったよね。あーこれ見てるかこれマジで申し訳ない。ましたっつって竹雄さんどういうつもりであんな発言したんかマジか。いや多分これ僕チャケプヨさんに入れたの完全にミスですよね多分これって。ああ、ね、スラさんに入れとけば、そうですね、だからだから同じこと言ってたんだ。慎太郎さんさなんかワンテンポ遅かったじゃん。でも僕が言ったことをそのまま言ってたから慎太郎さんがチャケプヨさんローラーする必要ないっていうので、ワンテンポ遅いなと思ってたら、あの自分慎太郎さん白って思ったんで、インポスターだったから。その後の竹尾さんのあの発言でちょっと竹尾さん黒目で見てました。そうですね、竹尾さんと先端さんで見てたんで自分と思った今。慎太郎さんが一生懸命僕疑われた感じしてたんで、ローラー会議、あ、ローラーじゃなくてあれですね。竹尾さんガチ最高じゃん。扉でオラフ君見えなかったんだよな。あーそうだった。誰もいないと思ってセンターさんキルしたし、キルしたらボタンが開いて水色見えたから終わったわと思って何も言えないと思って。おお。申し訳ない。マジで下手。いやー疑ってなかったなぁ。疑ってなかった。いやー慎太郎さんはいやーもう完全に竹雄さんだと思いましたもん。はい、ガチ最高じゃん竹雄さん。ほんまに竹雄さんどうした。いやードロラストップはきついですわ。いやごめんマジで寺さん。いやあれね僕いや割とそんなに負けてないと思ってたからね。だから俺も半々ぐらいやったで。あれだったね、慎太郎さん僕が説明した後に慎太郎さんがもう一回同じこと言ってて、うん、ワンテンポ思考が遅れてるなと思ったらインポスターだったからってことか。俺割とフィフティフィフティやったんやけど結論ゼロやったんや。あかんって言われたから両50なくなったよ。ゼロだったんだ。うん、投票したら取り上げられた。すいませんちょっと言葉がねちょっと全然楽しかったです僕は。面白かったですね今。なかなかない経験なんで確かに めっちゃ汗かきました。勝負のロラ前提時投票とかも強いですねじゃあね。あるし、あの8投票で同票狙ってもいいですね。僕は同票にさせなかったけど自投票でトータさんがもしも3人入れチャゲプラさんに言ったら4-4で投票とかもなるか、うんうん、投票狙いの自投票、うんうん、ね、違うか今回はプテさんだから自投票は意味ないか。そうそう慎太郎ってさ、うん、リアクターのあの覚えタスクやってた。え、いやなんか僕視点では3人いるように見えてその名前がね30になってたからうん、チャゲポヨさんとモリアーティさんともう一人と僕だと思ってたんだよね。あ、多分僕いた。あ、いたんだ。いたいた。慎太郎がいたのか。うん、そうそうそう。そうかそうかそうか。だから3人いるんだったら、まあここ重ね切りやっても得点ないだろうと思って行けと思って。あ、そうなんだ。え、でも俺前に離脱したけどな。あ、そう。なるほど。まあまあ。幻を見たということで。まあなんかちょっとがあるからね。ちょっとがあるからね。僕オラフ君に会いに行ってドアの奥にいるんだろうなーと思ったらなぜか殺されてかっこよかった。ピシュッて開いた瞬間にラスボスが現れてレポートされた。いや僕もめっちゃ面白かったですよ。シューッてその門番っていう話があったの全く忘れてほぼノータイムでキルしないと絶対間に合わないから。うん確かに焦っちゃった。僕もめっちゃいい感じでシューッて開いた瞬間にプシューッて出てきたんで映画みたいだった。映画みたいでしたね。